最強のゴキブリ、発見される。この見ただけで嫌気がさすような生き物はゴキブリといい、日本全国にその名を轟かせています。日本でよく見るゴキブリは4種類で、黒ゴキブリ、茶羽ゴキブリ、ワモンゴキブリ、ヤマトゴキブリです。日本全国に住んでいるのはこの黒ゴキブリで、成虫は単独行動をし、冬を越えると2年間弱生き延びます。黒ゴキブリの原産地は中国南部で、熱帯や亜熱帯、つまり暖かく湿っている環境を好みます。しかし寒さにも比較的強く、近年は地球温暖化や空調設備の影響で生息圏が広がり、北海道でも確認されるようになりました。特に都市部や建物の中によくいることが多いです。黒ゴキブリは体長が約3から4センチと大きく、全身には光沢があり、赤褐色や黒色をしています。食性は雑食性でほぼ何でも食べます。食物の中には腐敗物、ゴミ、紙、布、食べ物の残り、動物の死骸などが含まれます。ちなみに餌がない時は共食いをするらしいです。ゴキブリは健康上有害な物質や病原体を媒介する衛生害虫とされており、さらに不快害虫なので駆除対象となってるわけです。今回はそんな害悪な生命体、ゴキブリについて、スレミンたちの反応を見ていきます。それではどうぞ。閲覧注意ゴキブリ。頭が潰れているのに胴体だけで動ける。頭なんて飾りですよ。まさにモンスター。脚側の方がしぶといやろ、あいつの息の根を止めるときはまさに親の仇。ムカデは刺されないように気をつけながら端などで掴むなどし、外に逃がしていますが。いえ、東方何度か噛まれたことがあるんですよ。板がゆさと晴れ、何よりあのビジュアル許せないっすわ。鬼の形相にもなるわ。それはそれは大変でした。ゴキブリの動きぶり。テラフォーミング。3億年も続いてるのになぜ進化しなかったんだろう。殺虫剤耐性がついたり進化はしてるんじゃないの。そのうちゴキブリホイホイから逃げ出せるくらいに進化するかも。ガクガクブルブル。それはそれ以上進化する必要がないと判断したからだろうな。現に3億年も生き残ったのが証拠。すでに完璧な生命体なんだろ。丸める新聞紙がないのだが、これだからメディアは。これよな、最強は郵便受けに投函される地元の情報ペーパーやチラシを保管してるわ。こんなのゴキブリに限ったことではないだろ。昆虫ならあり得る。ゴキブリの頭を潰しても数日間は生きていて、そのうちには死ぬけど、死因は頭がなくて水や餌が取れなくなっこたことによる餓死だもな。とはいえほとんどのゴキブリは頭取ったら死ぬけどな。人間も多少バラバラになっても脱出する根性が必要やな。人もこんなだと怖いことになってたな。スズメバチは頭だけになっても生きてた。ゴキブリはカマキリの近縁なのに、みんなカマキリは平気なのは世界七不思議の一つ。言っていいかどうか迷ったが言っちゃうか。カマキリは緑や薄い茶色で、色が草植物に近い。ゴキブリの色がカマキリみたいだったら、平気な人が増えるんじゃないかな。コオロギがゴキの親戚だと思ってた。ゴキブリの親戚はシロアリですね。ゲジゲジのがキモい。腹に呼吸器があるからでしょ。腹を潰せば死ぬ。それが答え。人間はその逆なだけで。あの中から出てくる白い何かが嫌で潰せない。一見、スーパー生命体のように見える黒い水星ジーだが弱点もあるバックできないのだ。彼らは前進しかできない。過去を顧みない超絶ポジティブな生き物なのだ。つまり、黒い水星ジーを叩くのではなく、黒い水星ジーの前方15センチメートル程度を叩けば、叩いた瞬間、そこに奴が瞬間移動してヒットするというわけ。神が交代しているのではない。私が前進しているのだ。思い出した。ゴキブリって素早くて少し薄いだけのカブトムシのメスだろ。ゴキ怖くない人、バシッと倒せる人がめちゃくちゃ羨ましい。金払うからマジで駆けつけてほしい。G ダップラックキャップ最強だ。G の羽広げる瞬間って恐怖だよな。そんなゴキブリもブラックキャップにゃ勝てぬ。なんでゴキブリはあんなに怖がられるんだろ。他の虫以上に嫌われ恐怖されてる気がする。不衛生に感じるのと、平べったくて黒光りしてるからってだけでなのかな。不法侵入の上に同棲しようとするからやろ。メンヘラ彼女かな。色、動き、速さ全部だ。今年は猛暑だったせいか一度も見かけませんでした。叩いたりスプレーするってやついるが、別にゴキブリってかと違って危害加えてくるわけじゃないし、俺は生きたまま外に逃してあげるよ。当然だが、また戻ってくるよ必ずね。俺も元はゴキブリが怖くて仕方なかったが、殺すたびに罪悪感を覚えて嫌な気持ちになったから、ゴキブリのことを調べたり、ゴキブリの動画を頻繁に見るようになって、恐怖感が薄らいだ。今では手でつかめる本能的な恐怖感という風によく言われるが、あれは間違いで、容易に克服できる意識的な恐怖に過ぎなかった。部屋にゴキブリ出て取り逃がした時の恐怖。ゴキブリホイホイでおけ数匹ならな。強いよな、あいつら生命力と機動力が。ブラックキャップ仕掛けたら全然見なくなった。見えないところで息絶えてる。大掃除すると出てくる。
マンションとか部屋ごきいなくなったと一時的に思っても、隣や上下階で引っ越しや内装工事があれば大移動してくるから困っちゃうね。その一枚の壁の裏にはいると思っといた方がいい。ゴキジェットってすごいな。窒息で死ぬんだよな。ゴキジェットプロがわずかにかすっただけでおだぶつ。これから逃れたゴキは一匹もいない。もしお尻が発光したらホタルみたいにもてはやされたのに、ホタルだって光らなかったらただのキモい虫なのに。夜中にジーが部屋の中で光ってたら余計にキモいやん。猫飼ってから一度も見なくなった。ゴキ食ってる猫を今後可愛がれるか。生き餌用だけどジュリアはどんくさくて可愛いゴキブリ。ゴキブリまだだたかがメイン頭をやられただけだ。まさにそれだわ。ゴキブリには洗剤スプレーかけるのが一番つか、どんな虫も大体これは効く。猫の姿をしたゴキブリならアイス。頭部がなくなったら捕食もできないから結局死ぬし、全然不死身ではない。そろそろゴキブリ退治ロボット開発してくれないかな。サムネに出さないで。これはまあゴキブリだけじゃないし、スズメバチとか腹だけになっても刺してくるし、節足動物の体ってすげえよな。はしご系神経系が最強だよな。いつまでもビビってるの嫌で慣れるのかな。ほぼほぼ平べったいコオロギだよね、よく見ると。ゴキがどうのより虫全般が嫌いなんだが。虫は高性能有機ロボットだよ。とはいえ頭を切り離せば餌が食えないので、いずれ死ぬ胴体の方は卵を産む可能性あるけど。外で見かけるゴキの普通さは異常。ゴキブリ矢印エンジェルに改名すれば可愛く感じる。捕まえて100万円もらえるなら良い虫だと感じそう。いちいち人の住処に入り込んで隙あらば来たやで枯らしてくるから嫌なんだよ。もう家の中に入り込んでくるのは仕方ないが、俺の前に姿を見せるな。見えなきゃ存在しないも同然。姿を見せるからこそ戦争が起こるんだ。あいつらは身体に持つぐらい脳があるらしい。例えば G 体内脳、あれひょっとして頭取れた？各機関チェックとかやってると思う。ちなみにワイはブラクラとか心霊画像とかホラー動画とかは平気だけど、ゴキ動画は見たくないから、 G の画像見てないから何やってるかわからん。寝てる間に耳から入って脳みそに食い込むで。ゴキの脳に幻覚薬打ち込んで錯乱させ、ゴキの体内に卵を産む蜂がいるよ。蜂の赤ちゃんがゴキの体内を食い破ってめでたく誕生する。虫は頭が脳じゃなくて中枢は胸だって、小学校か中学校の理科で習っただろ。いつの間にか気づかずに身体の半分踏みつぶしたゴキが靴底にへばりついて動いてたことがある。大げさ、ゴキだけじゃなくほぼ全ての虫がそうだよ。脳がついてるというより全身が脳みたいなもんで、周辺からの刺激によってプログラムされた動きをしてるだけの生物だからな。ブラックキャップ置いてから10年見てない、油断しないわ。いわゴキジェットプロも常備してるがな。巨大化を拒み、逃げること生き残ることだけに特化した進化だからすごい。あらゆる雑菌に耐えるどころか体内に強制させるとか、人類に欲しい能力だわ。そうか、昆虫は今レベルの機械学習モデルで行動計画を発行されてると言っても過言はないのか。カブトムシなら光という色素、G なら玉ねぎ等の誘発成分含む毒餌剤を色素に与えるとプログラムに従って罠にかかり殺戮できると。屋外用のブラックキャップを仕掛けてからは、ありがたいことに家の中では見かけなくなったな。タコは8つ脳があるし、そこまでビビることかね。別にゴキじゃなくてもあのサイズの虫が家の中にいたら嫌だわ。これ逆にゴキブリでも幼虫のサイズなら別に問題ない。まあ幼虫がいるってことは、という恐怖はあるけど。税金に群がる公務員はゴキブリみたい。単純生物は大体半分に切ってもしばらくバタバタしてる。真っ白でテカテカしてなくて、カイコみたいな可愛さで動きがのっそりしてればその名前でいいけど、現状あまりにも見た目と動きが弱すぎる。今はゴキブリよりもトコジラミがヤバいらしいな。ゴキブリは噛まないけど、トコジラミは噛まれるとかゆみがすごいみたい。ゴキはひたすら気持ち悪いだけで実害はほぼないからな。対処もしやすいし、害虫の中ではまだ可愛い部類。ネズミとかの被害一度受けると出たのがゴキでよかったになる。無惨様って G に近いのかう。人間と違って頭潰されても生きてるからな。しばらくすると死ぬけど、原因がガシだから栄養供給できるとそこそこ生きるっていう。虫なんか燃やせば大抵死ぬ。虫ほとんど頭取れても動けるじゃん。ゴキ嫌いなのにコキカメのゴキ会派ほんと笑える。ゴキブリとムカデとかは死滅してくれ。どうもピオ先生です。今回はなぜゴキブリがこれほどまでに生命力が強いのか、そしてなぜ3億年も前から絶滅せずに生き残ってきたのかについて解説していきます。生命力が強い一番の理由は繁殖力が強いからです。ゴキブリは一度に産む卵の数が非常に多く、卵を産むサイクルもとてつもなく早いのです。ゴキブリは卵鞘という非常に硬い鞘を産み落とします。この中には卵が10から20個も入っており、種類によっては40個も入っています。さらにゴキブリの産卵サイクルは2週間から1ヶ月と驚異の速さです。ゴキブリは生涯で10から20回も卵を産むので、
単純計算で1匹のゴキブリから400匹のゴキブリが誕生します。この繁殖力のおかげで、たとえ100匹が駆除されようと彼らにとっては痛くも痒くもないのです。そのため、環境への適応力が高くなるわけです。最近では、殺虫剤に耐性を持つゴキブリも現れているようです。それはスーパーゴキブリと呼ばれ、開発者を悩ませています。先ほども言ったようにゴキブリは繁殖力が強いので、殺虫剤に耐えたゴキブリが卵を産むとその能力が遺伝し、耐性を持ったゴキブリがどんどん増えていくのです。他にも雑食性、学習能力、恐るべき身体能力など様々な能力を持ち合わせています。ただ、しっかり駆除すれば大丈夫なので、適切に駆除してもらいましょう。それでは本編へ戻ります。ゴキブリ清潔です。毒ありません。家具食べません矢印これが嫌われる理由。なんや？でかい。めちゃくちゃ不潔やぞ。清潔なん？不潔な場所に出るのはどうして？不快です。勝手に家入ってくる時点でゴミ。汚すぎるぞ。生物として見たら人間よりはるかに優れてるけど人間の知能がある限り人間の天下だわ。不潔やぞ。動きが早すぎる。一番キモい理由がこれだと思う何回か。冬にゆっくり歩いてるゴキ見たことあるけどキモさが激減してたな。まあでもキモいけど。見た目が悪い。夜中道路走ってて叫んだわ。マンホールから出てくんなボケ。特攻魂。住みたいなら家賃払え。言うほど家賃払ってくれたら許せる。触覚がキモい。生物に対する好き嫌いに理由求めたらあかんぞ。ただ生理的にキモいからや。意外と綺麗らしいな。テカった油が抗菌しようなんやって。おわゴキブリ。正直ムカデの方がやべえよな。でかい素早い飛ぶ。ゴッキ以外の虫も殲滅対象やから気にすんな。見た目が許せない。しかも動きが早い。あのサイズのくせに水だけで生命維持できる化け物ゴキブリ最強。常時しか言えんからやろ。ワイの口で水分補給するのやめろ。ワイの髪むさぼり食うのやめろ。君どんなとこに住んでんねん。ワイもそんなに害ないけど嫌われてるから見た目って大事やで。これは名セリフ。清潔？くさ。ほんまに見た目か？中身ちゃうか？言うてゴキよりキモい虫ワンサカおるで。増えます。しょっちゅう家に入ってくるからやろ。もし同頻度で入ってくるならセミとかムカデの方がいいや。セミ入ってきたらマジでクソやな。家に隠れてる虫としては段違いにでかいんよ。1匹あたり食費込み家賃6万くらい払ってくれたら1000匹迎え入れるわ。確かに見た目は大してコオロギと変わらんのに嫌われすぎやな。コオロギが家で繁殖し始めたら同じぐらい嫌われるぞ。あれで犬とか猫みたいに可愛ければいいのにな。実は綺麗なんだよな。スマホの表面のがよっぽど汚い。仮に絶滅させたら生態系崩れるんやろけど、その後は何が増えて困るんやろ。ゴキブリは昔柄をかじることからゴキブリと呼ばれるようになったんやで。ゴキかぶりがなまってゴキブリらしきな。こいつめちゃくちゃ綺麗好きやぞ。卵が小豆みたいです。家に入ってくる虫は絶対許さん。しかも繁殖すな。どっちかというとクモさんの見た目の方が苦手。どこが清潔なんだよ。汚いとこにおるが身体の油で汚れ落とすんや。冷静に見るとコオロギの方がグロくない。セミ部屋に入ってきた時の対処法わからなさすぎて10分ぐらい退治してフリーズしたことあるわ。月打ちでセミが鳴きながら飛び回ってた時大パニックになって草生えた。草でも気持ちはわかる。動きかな。ゆっくりしか動かんなら全然大丈夫。言うほどゴキブリ嫌いになるか。あいつらなくし飛ぶし結構可愛いところあるで。ゴキブリが不潔ではないってのは飼育家の話。ゴキセや電子レンジの中に住み着いてやろ。ギトギトに油切った体質を直して、背中に綺麗な花を咲かせれば人間に好かれる蝶々先輩を見習え。が嫌われる芋虫から成長して背中に綺麗な花を咲かせてるのになお嫌われるのはなぜ？お前は花じゃなくなくて面玉の模様じゃねえか。気持ち悪すぎだろ。大きさやろ。遺伝子に刻み込まれてる。つまり嫌わない奴が淘汰された。都会ゴキのが野生ゴキより強いってマジ？ベタベタしてます。高速で移動します。高所から顔めがけて飛んできます。カメムシとかいうラボス。北海道にいないってマジ？ラーメン横丁にはいた。最近はいるらしいぞ。家にはいない不潔な店とか地下街には稀に出るらしい。長野にもおらんらしいで。長野出身の友達が東京来て初めて見たいうとったわ。青森にもいない。北海道は代打でゲジゲジっていうクソキモいのが控えとる。ゲジゲジは日本全国どこでもおるぞ。ゲジゲジは駅中キモいけど。これマジで北海道の魅力の一つやろ。アピールしていけや。全体的に虫の量が多いから嫌だ。人の家に出てこず森や山だけに住んでたらよかったのにな。見た目、動き、名前全部キモい。饒舌不潔じゃん。あいつらあと大きさに対して繁殖能力が高すぎるキモい。あと何でも食うな。草とかだけ食ってれば別に何も言わん。ボディがテカテカしてる。足のトゲとスピード。動きが遅ければ評価変わった。清潔ではないやろ。うんこします。卵産みます。臭いです。
ゴキブリって全然進化してないらしいな。あれが生物の完成形ってことでいい？セミはぶん殴るとすぐ死ぬからマシ。いきなりバタバタ動くから嫌い。電車で突然叫び出すやつと同じ感じや。もっとのっそり歩いてくれればまだ許せる。本来の森に住むスカベンジャーのゴキブリは動き遅いぞ。人間が殺そうとするから足早くなったにゃ。死に嫌い。早い硬いくせに柔軟性もある。カサカサって音聞くだけで歓喜するわ。最近ミニゴキブリよく見るわ。着々と増えてんだろうな。レジとか機械の中に入って基盤ショートさせるぞ。あのバカでかいクモがゴキブリ退治してるってマジなん？見た目だけならカブトムシみたいなもんや。あの速さが無理足高の方がキモい。お前らゴキブリの食事シーン見たことあるか？チョコ食べてたらテーブルの隅にゴキブリが現れて離れて観察してたら俺が食べてたチョコの容器にまっすぐ向かっていき食べ始めたわ。これ見たときこいつも生きていくために必死なんだなぁと思った。足の毛がキモすぎる。ゴキブリ苦手なやつはなんで北海道に引っ越さないんや？今時リモートで北海道から仕事余裕やろ。なんであんなキモい見た目なんやろな。もっとなんとかなったやろ。衝撃的にゴキブリよりムカデの方がヤバいわ。家で 20cm くらいのムカデがすごい速さでこっち来た時は心臓止まるかと思ったわ。ムカデはやたら攻撃的なのがやべえわ。なんでこっちに向かってくんだよ。逃げろよ。ちなみに嫌われ者トップ3に入るゲジゲジくんが出没する井戸は水がとても綺麗美味しいと評価される。綺麗な井戸水には必ず大ゲジゲジが住んでる。もしゴキブリが海に生息してたら食われてたと思うわ。飛行したら必ずこっちに向かって特攻仕掛けてくるのなんやねん。マジでやめろや。触覚がね。いつもゴキブリすれやら世間でのゴキブリに対する恐怖心やら聞くけどさ、何が怖いねん。うざい思ったら叩いて殺したらええだけやんけ。ほんま軟弱もん増えたな日本。しまいに公園であり見つけただけで発狂するんちゃうか。俺らが大好きな蜂蜜は、蜜蜂が花の蜜を口に含んで、唾液とブレンドして作ったもの。つまり蜜蜂の蒸し汁を美味しい美味しいって言いながら俺らは食べてる。バイトでゴキブリ駆除しなきゃいけなくなった時マジで地獄やった。キッチンペーパー10枚くらい重ねて捕まえたわ。繁殖力がね。ムカデ毒あります。攻撃的です。噛みます。殺虫剤ではなかなか死にません。こいつヤバくね。しかも足多いしな。しかもこいつ飛んでる鳥も捕まえて捕食するで。どうやって飛んでるところを捕まえるの？木の枝で待ち伏せ。エアプスギン。不潔やし家の中の食い物荒らすぞ。ゴキブリは潜在液で殺すのが一番残酷だわ。めっちゃ苦しそうに死んでいく。窒息やからな。そら苦しいやろ。沖縄のはヤバいってマジ。ワモンゴキブリっていう別種。どちらの見た目がエアかは人次第やが、日本本土で最もポピュラーな黒ゴキブリよりかはでかい傾向がある。昔カブトムシのメスだと思って捕まえたらゴキブリだったわ。排水口から這い出てくるやつが清潔なわけないやろ。潜在かけたら死ぬんやぞ。不潔の象徴やろ。それは汚いからじゃなくて、洗剤の成分がゴキブリの呼吸する穴を塞ぐから窒息死するんじゃなかったか。厨房でバイトしてた時ゴキブリホイホイがすぐに満杯になってて外食はあんましなくなったわ。不衛生や。不法侵入する普通に犯罪者や。マンション3階に住んでると本当に見ないな。1階ベランダにおったけど。ゴキブリが嫌いすぎて北海道に引っ越した。のんびりした生き物ならまだマシだけどスピードに減ってなってしまう。G は人間に飛びかかってくるからな。あたかも下手に逃げるより効果的だと知っているかのように。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。